大野亀駐車場ってところに来てみたんですけど、まあなんか道伸びててあそこ登ると気持ちが良さそうですけど、まあちょっと気が乗ったら登りに来ようかな。ちょっと見たいとこいろいろあるんでね、何日か滞在して余裕ができたらまた登りに来たいと思います。では大野亀を後にします。すごい断崖ですね。美しい景色だね。別アングルからの大野亀、すごいね。これザ亀さんって感じはあるね。すごいね、大岩だ ね、 でね、目の前にすごいトンネルがここ切り通さずにこうしたのはこっちの方が安全だったからかな看板見てきたんですけど、姫津大橋っていう橋ね。この橋、これが観光地っぽいかなと思って来たんですけど、防波堤の上に続いてるただの橋なん、釣り師があそこ行って釣りするくらいな感じかな。防波堤ですね、いまいちですね。まあそうは言っても歓迎されてるんで一応行ってみますか。なんか向こう側すごいいい景色かもしれないしね。防波堤だな。また看板見つけたんで来ました。弁慶のハサミ岩っていう岩、見てください、これ挟まってるめちゃ珍しいねこれ。またうまい具合にぴったり宙に浮いて、はい、ということで弁慶のハサミ岩とおはぎさんです。おはぎこっち向いて、おはぎ、おはぎさん、おはぎ。道が続いててちょっと真下まで行けそうなんで行ってみましょう。よいしょ、行くよおはぎ、進んで進んで。おお、とんがってるね、すごいねこれ。ほんと綺麗に挟まってすごいとこだね。なんでもない場所だけどなんかこのピンポイントで変っていう。真下に来てみましたよ。なんじゃいな、すげえな。これ落ちてくる、いつかなんか地震とかで落ちるかもね。なかなか絶妙なバランス感覚の継承でした。はい、じゃあ帰りましょう。夫婦岩ドライブインっていうところがあったんで来てみたんですけど、なんか天気も良くなってきたんですけど、風がすごくてね、外で撮影すると風の音がすごくてね、風防持ってくるの忘れちゃってさで、夫婦岩ってのはどうもあれらしいですね。まあ岩だからここで見るだけでいいかな、外風うるさいし。夫婦岩、七浦海岸の夫婦岩来ました。おはぎさんはちょっと室内なんで真っ暗ですけども、あれが夫婦岩、2個の三角岩。ああ確かになんかね、対になってるね。で中央になんか穴なんか開いてそうな、穴開いてますねやっぱね、海食堂ってやつですね。はい、ということで夫婦岩ですね。はい、穴開きの独特な奇妙な岩2つで、あの左側は子供みたいな感じか、あの夫婦の子供3人家族みたいな。にしてもいやー海が青くて綺麗ですね。正
素晴らしいよね。よし、次行くか。お昼時なんで佐渡島の名物って検索したら出てきたものを食べにやってきました。旅のホテルさんの1階にあるレストラン、アジサイさんです。こちらが佐渡天然ぶりカツ丼。なんか佐渡の新名物として新たに開発されたんですけど、出してる店舗があんまりたくさんないっていうですね。結構探してきちゃいました。衣にもタレが染みていて、醤油ベースの結構味のきついタレですね。まあ、これは多分お店によっていろいろ個性があるのかな。断面はこんな感じで、ちょっと半生かなとか期待してたんだけど、お刺身サイズをカツにしてる、そんな感じですね。私は今佐渡牛乳、あら、どっか行っちゃった佐渡牛乳のこれ本社って言っていいのかな、うん、に来ています。こっちにね、配送センターがあったりとかして、実際加工してるんだと思うんですけど、これね、私も今朝方佐渡牛乳買って、これからですけど飲みましたよ。これね、佐渡牛乳、トキがプリントされてる可愛い牛乳パックね。はい、この佐渡牛乳を作ってるんだか配送してるんだかは分かんないですけども、まあ、本社の横にこういう売店があって、この売店でね、なんか美味しいソフトクリームが買えるそうなんで、ちょっと買いに行ってみようと思います。おはぎさんはちょっと暑いみたいで、今ちょっとねハーネス外したら、やっぱり下の方が涼しいんやな。いろいろあるみたい。はい、買いました、カマンベールソフト。なんかミルクソフトとね、カマンベールソフトっていうのがあって、熱に負けどん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 背が低くなっていってるけどはい、カマンベールソフトはなんか聞いたことないな、珍しいなと思ったから、ミルクソフトじゃなくてカマンベールを買いました。おはぎさんは今人舐めして、もういいやってなったか。舐める、いらない、あー、いらないらしいですね。はい、っていうことで、カマンベールソフト、佐渡牛乳のカマンベールソフトね。